一致ですね。お水もお願いします。てか部屋がめっちゃ乾燥してるね。朝ごはんですよ。イエーイ。おはしあった。チャッチャラー。今日の朝ごはんはじゃーん、こんな感じです。食べれそうなものありますか？ふりかけご飯を食べれるんじゃない？というわけで、私たちの朝ごはんは非常食でーす。こういうのでやっぱ慣れちゃってるから食べれないよね。さあ、食べれそうなご飯が今日も昼がありますね。ちょっとだけ食べれそうだね。ママ、これラーメンじゃなかったの？うどんだよ。おいしいですか？おいしい。今日の非常食はこれです。おいしい。おいしい。ここだ。お食事の配達が完了いたしました。お部屋の外のドアノブにかけてあります。マスクを着用し、ドアを開け、ドアが閉まらないようにご注意の上お取りくださいませ。恐れ入りますが、お取りいただきますようよろしくお願いいたします。あったじゃん。これ？うちは人数が多いので床に置かれておりますが、2名のところとかはみんな壁にこうやってご飯がかけられてます。ではもう間もなく下界に私たちは降りれるので、下界に降りたら何をしたいかなって、まず何食べたいかなって、明日っていうか、お寿司。帰ったらお寿司。お寿司だね。日本の食べ物何に興味ある？駄菓子屋さん。駄菓子。焼き鳥。焼き鳥だね。ラーメン。ラーメン食べたーい。うどん。丸亀製麺みたいな、ああいうチェーン店のさ。では日本に来て何がしたいですか？まずは、ここから出たらすぐにゲームセンター行く。日本にあれだって、フランスにはゲームセンターないもんね。ない。ママはね、アイスクリームでお腹いっぱいにしたい。コンビニのアイスクリームで。いいかも。アイスクリーム食べたいね。セブンティーンアイスも食べたいし、セブンに売ってるあの白クマも食べたいし、ハーゲンダッツの抹茶とか、そういうのも食べたいし、なんかね、正直超言い方悪いけど、フランスに住んでるとパパのお仕事柄、ちょっといいものはやっぱり食べれてはいる。正直ね、正直美味しいもの食べてるから、絶対実際に住んでたら食べれない、パパにも絶対作ることのできない、なんかチェーン店の味がすごく食べたい、ね、お菓子とか買えないからお菓子とか食べたいし、なんかラーメンもあの美味しいラーメン屋さんパリにもあるから、もうそれですっごい十分なんだけど、チェーン店のラーメンの味が食べたい。日高屋みたいな、ああいう。日本に来てこの1ヶ月絶対に食べて帰りたいものはラーメン、お寿司、駄菓子、お腹いっぱいにアイスクリーム、お団子、たい焼き、焼き鳥、たこ焼き、バーベキュー。バーベキュー食べたい。アラビキウインナー、カリッカリッみたいな。天丼。ニコちゃんは何食べたいかな？ニコちゃんは最後に日本に帰ったのがまだ離乳食じゃない、おっぱいしか飲んでない時だったから、日本のご飯知らないよね。だからもう多分もう超ブックブック系女子になって帰ると思う。ニコちゃんもおいしいアイスいっぱい食べたい人。ニコちゃんの大好物の日本のものを見つけたいなって思いまーす。あとはアメリカンドッグ、コンビニのおにぎり、メロンソーダ。あ、メロンソーダ飲みたい。日本のマック。日本のマックも食べたい。
毎日毎日お外に出れなくてみんな何してるんだろうってきっと思ってると思うんだけど、どう毎日毎日何をしておりますか？か？晩餐ぽーい。あ、ママが大好きなお赤飯。お祝いってことじゃない？よー。お祝いの時にお赤飯食べるじゃん。あなたたち明日はここの大所ですよっていうお祝いご飯だ。では今日は大所に向けてやんなきゃいけないことがあります。この線までよだれを取らなきゃいけません。これを上にセットしてよだれを取ります。さあこんな感じでセットしてよだれを取ります。頑張んないといけません。では頑張りましょう。なんかそう言ってさ、力が出ない。出ない？ニコちゃんがお弁当食べてんの初めて見た。よかったね、パンで。最後のお弁当ですね。一応今日帰る予定です。3、2、1、最後のご飯を2人でやってます。今から、帰ります。みんな陰性でした。帰ります。やっと下界におります。やっほI'm not afraid to die.